私が行っている研究は、自律神経活動を用いたテーラーメイド型トレーニングの処方実験を行ってまして、それを行う意図としては、自分のコンディションが悪い時に果たして高強度のトレーニングが必要になるかということを目的として行っております。中垣ゼミのセールスポイントというのは、実践を大切にしているゼミで、自分が、興味を持った研究を自ら行うという環境はすごい整っているので、そこはすごいいい点であると思います。私は本学でスポーツバイオメカニクスを専門として教えています。スポーツバイオメカニクスは優れた一流の選手がどのような動き技術でそのパフォーマンスを発揮しているのか、もしくは筋肉をどのように使いながら高いパフォーマンスを発揮しているのか、そういったことを調べる分野です。山梨学院大学スポーツ科学部の売りとしましては、学生と教員の距離が近いということを私は感じています。実際私の研究室にもよく学生が訪れてくるのですが、勉強の話はもちろんですが、その他私生活のことであったり何か悩みであったり、あらゆる面から学生と距離を近くして話しているのではないかと私自身は感じています。自分は競技をやっているんですけれども、パフォーマンス向上のヒントを得られるんじゃないかなと思って履修しました。そうですね、普段視覚見た目でしか判断できないところが多いんですけれども、機材を使うことによって目に見えない観点から研究することが魅力だと思います。勉学や競技ではもちろんなんですけれども、私生活でも全力でサポートしてくれるところが先生の頼れるところだと思います。スポーツマーケティングの勉強やスポーツビジネスの勉強を普段はしているんですが、今回は子どもから高齢者の方を対象にしたイベントを開催することで実践的に学ぶことができました。その目的としては、やっぱり子どもからお年寄りまで幅広い方が一緒に楽しむことができるっていうイベントは限られていると思います。今回開催することで、これがまた山梨学院大学と地域の方々をつなぐような、そんなイベントになればっていう願いも込められています。中学高校とかはやらなきゃいけない教科っていうのが決まっていて、それに沿って授業をしていくっていう形にはなるんですけど、大学に来てから自分で取りたい授業を選択して、好きな授業だったりやりたいことを学べるっていうのは大学はとてもいいのかなっていうふうに思ってます。先生方も関わりやすい方が多いので、自分たちの意見を言える環境っていうのも多いので、積極的に意見交換がされるような授業が多いように感じます。最近やってるのは、まずテーピングとマッサージと、ストレッチ、体幹トレーニング、ウォーミングアップなどの活動を、実際に自分たちが覚えて教えられるように勉強しています。やっぱいろんな人との関わりを持つことっていうのは、やっぱり自分の成長にも多くつながるなっていうのはすごく実感してます。なんか好きなスポーツだけあって、やっぱり見えてるものっていうのも、最初は教員っていう道しか考えてなかったんですけど、やっぱ大学に入ってボランティア活動であったり、こういうトレーナーの活動であったり、アルバイトだったり、いろんな先生と出会ったこともそうですし、さまざまな出会いによって、やっぱ自分の視野っていうのもかなり広がったので、将来の幅もそれと同じように広がったと思います。